はい、変わってくださいもう。電話してくんじゃねえこの野郎、お前や、こんなとこによ、こんなとこに電話してくんじゃねえよ、迷惑なんだよ、やめろなあ。そうだろ、だって、いや、これ、じゃあ、店に行ってんじゃねえんだよ、店に行ってんじゃねえんだよ、分かってるよ、店に行ってんじゃねえんだよ、こいつら行ってんだよ、うん、だからさ、あ、だいぶ電話出ないでくれって頼んだじゃん、俺、ねえ、うん、やしてくんじゃねえ、この野郎、勘違いすんな、お前、こら、なあ、電話してくんな。電話かかってるやつ、電話してきてるやつが迷惑かけてるじゃん。こっちはちゃんとね、言われた通りやってんだから、ね、いや、店の人に言ってるわけじゃないよ、電話してきてるやつに言ってるんだよ、俺は。店の人には何にもないよ、お客さんにも何にもない、ね、お客さんにも見てほしいよ。すごいんだよ。はい、そうです。こちらもですね、電話で迷惑してるんですよ。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。一応言っておきました。ありがとうございます。すいません。申し訳ないです。名前と電話番号聞いてください。めんどくさいですよね、損害賠償請求とか。めんどくさいじゃないですか。いや、俺はだからそのね、かけてきてやって言ってんの、うん、ごめんね、ごめんね、変なやつがいてさ、電話してくんのよ。ライブ見てさ、バカみたいに、ひたすら電話してくんの。で、それで俺、あの、リスナーに言ったんだよ。まあ、見てる人に。ごめんなさいね。ごめんね。ちょっと怖かったよね。ごめんね。YouTuber だからさ、いっぱい電話来ちゃうんだよね。そう。でもこんぐらい強く言わないと、こっちはね、電話ね、やめないからね。そう、いや、桜田のマスターの